もしもお金持ちになったら高級車を買いたいと夢見ている人も多いのではないでしょうか。若者の車離れが話題になることもありましたが、それでも未だにたくさんの人が車に乗っており、需要がなくなることはきっとないでしょう。皆さんが普段乗っている車ですが、世界には驚くような値段で販売されている高級車もあります。今回は世界の高級車について見ていきましょう。こんにちは、ペックです。皆さん普段車って乗りますか？毎日仕事で乗るって人から、もうペーパードライバーだよって人までいろいろいるかもしれませんね。車はブランド力や知名度、機能性によって値段はピンキリですが、日本の場合新車で一番多い価格帯は100万から300万くらいらしいです。300万でも結構十分高いなと感じますが、世界には僕たちの想像をはるかに超えた桁違いの高級車が存在するんです。中には高すぎてどんな人が乗るのと気になってしまうものもあります。今回は世界の高級車について調べてみました。後半に行くにつれて値段が高くなっていきます。とんでもなかったので、ぜひ楽しみにしてください。1. ランボルギーニ、ウラカン、エボ、スパイダー。ランボルギーニと聞いただけで高級車のイメージですが、比較的安いのがランボルギーニ、ウラカン、エボ、スパイダーです。ウラカン、ごめんなさい、イントネーションが間違ってたらすいません。そのウラカンの進化モデルとして2019年2月に登場しましたランボルギーニ V10、 史上最速のオープンモデルの触れ込みの通り、なんと 3.1 秒で100キロにまで加速するという驚異のスピードを実現。最高時速は325キロにまで達します。300キロっていうと大体ですが、新幹線と同じくらいのスピードですね。これは市販されているオープンタイプの車の中でも最速なんだそうです。兄貴分と言われているアベンタドールに比べると二回りほどコンパクトサイズですが、ツヤのあるグリーンボディは存在感たっぷり、放たれる存在感やオーラがたまりませんね。先ほどランボルギーニの中では安いとか言ってましたが、皆さんランボルギーニ、ウラカン、エボ、スパイダー、こちらお値段いくらだと思いますか？なんと値段は車両本体価格3611万円です。日本の平均的な新車の10台分ですね。ランボルギーニといえばかっこいい車の代名詞です。憧れますよね。 2. ベントレー、ミルザンヌ、スピード。ポルシェやフェラーリの先輩格とも言われているベントレー、ミルザンヌ、スピード。2010年に日本デビューした高級車です。どこかレトロチックでクラシカルなイメージですが、そのスピードは誰もが驚く驚異的なものでした。なんと100キロまでわずか 4.9 秒で達するという驚異的なハイスピード性、身軽ささえ感じるスピードはヤバいですね。またベントレー、ミルザンヌ、スピードのヤバいところはそれだけではありません。注目すべき部分はその車体の大きさにもあります。全長は 5.6 メートル近く、ホイールベースも 3.3 メートル近くあるんです。日本車の軽自動車の全長がだいたい 3.4 メートル、中型車が 4.8 メートルなので、どれくらい大きいかがわかりますよね。ちなみに日本の駐車スペースの平均的な寸法は大型車で 5.2 メートルくらいです。比較的大きいと言われているクラウンやレクサスなら入りますが、ベントレー、ミルザンヌ、スピードははみ出てしまうかもしれませんね。他の車をしのぐ驚異的な大きさに驚くばかりです。しかも内装にもこだわっていて、世界最高級のウッドパネルや本革をふんだんに使って150時間以上かけて仕上げているとかいないとか、豪華高さもやばい。一回乗ってみたいですよね。さてここまで来たら値段が気になりますよね。ベントレー、ミルザンヌ、スピードの車両本体価格は税込みで4022万円です。もうマンションが買えるくらいですね。残念ながら2020年の春に生産中止になったらしいので、欲しい人は急いだ方がいいかもしれませんね。 3. フェラーリ812スーパーファスト。フェラーリといえばスポーツカーの代表格ですよね。誰もが一度は乗ってみたいと憧れを抱くのではないでしょうか。車好きにとっては憧れのブランド。次に紹介するのは現行のフェラーリの中でも間違いなくトップクラスといえるフェラーリ812スーパーファストです。シンクのボディがかっこよすぎですよね。フェラーリは硬派なスポーツカーというイメージが個人的にはあったんですけど、こういうラグジュアリーな感じもいいですね。ところで812スーパーファストの812って何を表してるか皆さんわかりますか？812は最高出力を表す 800pS を発する12気筒エンジンというのが由来なんだそうです。 800PS はサーキット走行車で有名なマクラーレンのセナにも搭載されています。最高時速は340キロにまで達するため、まさにモンスターと呼ぶにふさわしいでしょう。もう速攻で風になりそうですよね。フェラーリ812スーパーファストがどんな車かだいたい分かったところで、問題の値段を見ていきましょう。車両本体価格は税込みで4128万円です。ちなみに一般的に大型ノンステップバスの値段は1台あたり約2000万円くらいだそうです。フェラーリ812スーパーファストはバス2台分、2人しか乗れないのに、さすが高級車といった感じですよね。4. ロールスロイス、ドーン、ブラックバッジ。
ロールスロイスといえば完全にお金持ちが持っているイメージですよね。最近ではロールスロイス仕様のリムジンを貸し切って女子会やパーティーができるプランがあるそうです。完全に一般人が乗る車ではないようなイメージのロールスロイスですが、中でもロールスロイスドーンブラックバッジは贅沢さはもちろんスポーティーさも兼ね備えたもうドーンって感じの車です。一体どんな感じなのでしょうか。2015年に販売されたロールスロイスドーンブラックバッジは全長は約 5.2 メートルもある大型車です。もちろん注目すべきポイントは大きさだけではありません。誰もが知ってるあの部分にとんでもないこだわりがあったんです。ロールスロイスといえばスピリットオブエクスタシーという公式マスコットが有名ですよね。ドーンブラックバッジに付けられたマスコットは珍しいブラックカラー、これはドーンブラックバッジ専用のカラーリングです。これ超かっこいいんですよね。全体的に黒を基調とした部分が多く使われており、落ち着きがありながらも凄みのあるデザインですよね。普通に街中で乗っていたら絶対目立つと思います。さすがロールスロイスがナイトライフに出かけるにぴったりと歌うだけがあると思いました。ちょっとアダルティックなところもまたいいですね。ロールスロイスを極めたロールスロイスとも言えるドーンブラックバッジですが、超高級車であるため値段も一般の価格を超えてきてます。なんと車両本体価格は税込み4570万円と思わず二度見してしまうくらいびっくり価格ですね。日本のサラリーマンの生涯年収が2億5000万円くらいらしいですから、まあもう考えるのをやめときます。5. ポルシェ918スパイダーバイザッハパッケージ。今までいろいろな高級車を紹介してきましたが、世界にはさらに常識をぶち破る狂気的な高級車が存在します。車ってマニアにはたまらないのか、もう探せばキリがないんですよね。ここからはさらにヤバすぎる高級車を見ていきましょう。ポルシェの最新ハイブリッドスーパーカーとして有名な812スパイダーを軽量化したスーパーカーです。ドイツのニュルブルクリンでは市販車の中でも一番速いと言われているとかいないとか。ちなみにポルシェの強みといえば迂回性や加速機能ですが、918スパイダーバイザッハパッケージには超ありえない実装がされています。なんと時速300キロでブレーキをかけたとしても車体はブレることなくスッと止まるそうです。普通の車ならそんな速度からブレーキをかけたら横滑りや横転は必須、下手したら車がめちゃくちゃになりそうですが、この辺はさすがポルシェといった感じですね。間違いなく最高峰と思われるポルシェ918スパイダーバイザッハパッケージですが、値段も最高峰です。どうやらいくつかの販売サイトを見ると価格は欧相談万円という何とも言えない価格設定、寿司屋の時価みたいなもんですかね。いろいろと調べてみたところ少なくとも1億円以上はするそうです。1億円って宝くじでしか見ない金額だと思っていましたが、どんな人が買うんでしょうかね、気になります。6. ブガッティベイロンスーパースポーツ。ブガッティベイロンスーパースポーツは最高時速431キロというヤバい車で、凄まじい爆速っぷりはギネス記録にも認定されたこともありました。それもそのはず、ブガッティベイロンスーパースポーツは10年連続で市販車の高速レコードを更新し続けてるほどなんです。まさにモンスターマシーンですね。余談ですが、現在 JR 東日本が開発中の次世代新幹線アルファ X が時速360キロを目指して研究している途中らしいですから、とっくに超えたことになりますね。ちなみに現在一番速い新幹線ははやぶさで320キロです。アルファ X が完成したら東京から北海道をなんと5時間で移動できるようになるらしいので、ブガッティベイロンスーパースポーツはさらに速いということになります。まあ車の場合は信号とかあるんでちょっと違いますが、最強のスピードと誇るブガッティベイロンスーパースポーツですが、実は開発には泣けるくらいの地道な努力があったそうです。時速400キロ超え実現の裏には一体何があったのでしょうか。まず時速400キロも出したら車のハンドリングの問題、オーバーヒートなどがとにかくえらいことになります。エンジンや駆動系はもちろん、ミシュラン社と共同で開発された専用タイヤまで試作車が抜本的な見直しを何度もしたみたいです。そのため発表から商品化まで6年くらいかかったみたいですね。生産者のこだわりが詰まった車は価格も超ド級、なんと2億8900万円というとんでもない価格設定。しかも世界で450台くらいしか生産されなかったため超レアもの、年間維持費は200万円以上かかるみたいです。まさに選ばれたものだけ乗れる車ですね。7. ベントレー EXP100GT。こちらはまだ値段の方が発表されていないので特別編となりますが、めちゃめちゃ未来感のある高級車をご紹介します。それがベントレー EXP100GT。 イギリスの高級ブランドベントレーが未来に向けた高級車のビジョンを形にしたというユニークなコンセプトモデル。なんとこの車には AI が搭載されていて、人間の感情を読み取りより快適な車内空間にしてくれるのだとか、もうめちゃめちゃ未来感たっぷりですよね。今はこんな車乗ってたら街中でめちゃめちゃ浮いてしまいそうですが、この車は2035年の高級車
車の姿を再現したものだそうですので、約10年後こういう車が街中でたくさん見る未来があるのかもしれないですよね。ということで今回は世界の高級車について見ていきました。数千万円の車でも高いのに億を超える車があるなんて驚きでしたね。こういうのを買う人ってどんな人なのかといろいろ考えてしまいますよね。皆さんは今回気になった車ありましたか？よろしければコメント欄で教えてください。今回紹介した車よりももっとすごい高級車があるといった情報もお待ちしております。それでは今回の動画を終了します。最後まで見てくださった皆さん、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。次に見てほしい動画は、これ。